横浜マリンタワーが紫に染まった夜。岸優太誕生日にファンが仕掛けたサプライズ。岸くん紫ハートにも届いてごめん。横浜の夜空が紫色に染まる瞬間、そこには特別な意味が込められていた。2024年9月29日、岸優太さんの誕生日を祝うため、ファンたちが横浜マリンタワーを美しい紫にライトアップしました。今回のライトアップは、 岸君への深い愛と感謝の象徴であり、ファンたちの思いが一つに結びついた結果でもあります。しかし、この特別な演出には、単なる祝福以上のものがありました。この記事では、ライトアップに込められたファンの努力と愛情、そしてその背後にある物語に焦点を当てていきます。なぜ横浜マリンタワーが紫色に染まったのか。それは、岸優太さんのカラーが紫だからです。 アイドルとしての彼のイメージカラーは、ファンにとって特別な存在です。紫という色には、神秘的で高貴な印象があり、また、変化や、成長といった意味も込められています。岸くんの誕生日、そして彼が29歳を迎えるという節目に、ファンたちはこの色で彼を祝福しました。単なるライトアップではなく、紫は彼の成長とこれまでの努力を象徴するものとして、夜空に輝きました。 今回のライトアップが特別なのは、ファンの情熱が形になったからです。岸くんの人気の高さから、多くのファンが寄付や協力を申し出た結果、予想を超える資金が集まりました。そのため、通常のライトアップだけでなく、最初の1分間は特別な演出が行われたのです。様々な色が切り替わりながら、最後に紫へと移行するその瞬間は、多くの人々に感動を与えました。 まさに、岸くんとファンとの絆が作り上げた芸術作品とも言えるでしょう。このようなファン主導のイベントは、近年増加しています。推し、応援するアイドルやアーティストへの愛を表現する方法は、SNS だけではなく、こうした現実世界のプロジェクトを通じても広がっています。特に、ライトアップや広告といった目に見える形での応援は、ファンにとって大きな達成感を感じる瞬間です。 しかし、こうしたイベントが増える中で、応援の形にも新たな問いが生まれます。一見、ライトアップや広告はシンプルな応援の手段に見えますが、それには多くの側面があります。例えば、ファンが大規模な資金を集めて行うこうしたプロジェクトには、集団としての力を感じさせる一方で、個々のファンがその中でどのような役割を果たしているのか、という問いが浮かびます。SNS では、 誰もが気軽に情報を発信し、教えの応援をシェアすることができます。しかし、大規模なライトアップや広告プロジェクトは、一部の熱心なファンが中心となることが多く、他のファンが参加しにくい状況も生まれます。これに対して、すべてのファンが平等に応援できる方法とは何かという疑問が生じます。たとえ物理的に参加できなくても、岸君を愛する気持ちは変わらないはずです。 このような問題に対して、今後どのような応援スタイルが生まれてくるのでしょうか。今後、応援の形はさらに多様化していくことが予想されます。オンラインとオフラインが融合した新しい形のイベントや、地域を超えたファン同士の連携が進むことで、より多くの人々が参加できるプロジェクトが増えていくでしょう。例えば、ライブ配信技術の進化により、遠く離れた場所にいるファンでも、同じ瞬間を共有し、 一体感を感をじられるるようになる可能性があります今回の横浜マリンタワーのライトアップでも、現地に行けなかったファンたちがライブカメラを通じてその瞬間を楽しみ、SNS でリアルタイムに感動を共有しました。このような技術の活用は、応援スタイルに新しい可能性を提供しています。岸くん自身も、ファンとのつながりを大切にしているアイドルとして知られています。彼の優しさや誠実さは、 ファン一人一人に届いており、その姿勢が今回のライトアップにも反映されていると言えます。ライトアッププロジェクトを通じて感じられた、つながりは、岸くんの魅力そのものです。29歳を迎えた彼が、これからもファンと共に成長し続けていく姿が期待されます。岸優太さんの誕生日を祝うこのライトアップは、単なるイベントではありません。それは、ファンたちの深い愛と感謝、 そしして彼とのつなながりを象徴する特別な瞬間でした紫色の光が横浜の夜空を彩るその姿は岸くんの未来への期待とファンとの絆を映し出していました。この特別な日を通じて私たちは応援の意味を改めて考える機会を得ました。これからも彼の歩みを見守りながら私たち一人一人ができる応援の形を見つけ実践していきたいと思います。 紫のライトアップが映し出したのは、岸優太さんの存在感だけではありませんでした。それは、私たちファンの強い絆と、彼への深い愛情そのものだったのです。そして、このようなプロジェクトを通じて生まれる、つながりは、ファンの心を一つにし、新たな感動を呼び起こします。応援はただの、支えではない。応援という行為は、ただ推しの背中を押すだけではなく、 私たち自身にも大きな力を与えてくれます。岸くんの笑顔や努力を見るたびに、私たちは日々の生活の中で勇気をもらい、前に進む力を感じることができます。実際、紫色のライトアップを見て、癒しと幸せをいつもありがとうと感謝を述べる声が数多く寄せられていました。応援は一方通行ではなく、私たちファンも推しからエネルギーを受け取っているのです。また 横浜マリンタワーのライトアップを通じて、ファン同士がつながることも大きなポイントです。イベントを通じて、見ず知らずの人々が SNS や現地で出会い、共通の話題を共有することで、互いに支え合うコミュニティが生まれます。こうした瞬間は、ファン活動の醍醐味とも言えるでしょう。特に現代の応援スタイルでは、SNS やライブ配信が欠かせない存在となっています。 今回のライトアップも、現地に足を運べなかったファンがテレビ等のライブカメラや SNS を通じてリアルタイムに鑑賞し、感動を共有していました。物理的な距離があっても、テクノロジーの進化によって誰もが同じ瞬間を楽しめる時代になっています。このように、応援の形はオンラインとオフラインが交錯することで、より多くの人々に参加の機会を提供しています。ライブカメラを通じてライトアップを見守った人々が、 SNS で、ありがとうと感謝の声を上げ、写真や動画をシェアし合う姿は、現代のファン文化の象徴と言えるでしょう。遠く名古屋から祝う声や、現地に偶然訪れたファンが感動を共有する様子を見ると、応援は距離を超えて広がっていくのだと実感させられます。次のステップ、これからの岸くんとファンの未来。今回の横浜マリンタワーの紫のライトアップは、 岸優太さんとファンにとっての大きなマイルストーンでしたが、これからも多くの新しい挑戦とイベントが待ち受けています。岸くんが29歳を迎え、新たなステージへと進む中で、ファンとしてはどのように応援していくのかが次なる課題です。応援の形は進化し続けています。オフラインでのライトアップや広告だけでなく、オンラインの新たな技術やプラットフォームを活用した応援が今後も注目されるでしょう。 バーチャルリアリティ、VR や拡張現実、AR を活用した応援イベントも、次世代のファン活動として期待されています。これにより、さらに多くのファンが一体感を感じられる瞬間が増えるかもしれません。岸くん自身も、ファンとの絆を深めるために新たな挑戦を続けていくことでしょう。彼の誠実さと努力が、ファンの応援を引き寄せ、さらに強固なコミュニティを築いていくはずです。 岸優太さんの29歳の誕生日を祝う今回のライトアップは、単なるイベントを超えて、ファン同士の絆や応援の力を実感させる貴重な瞬間でした。紫色に染まった横浜マリンタワーは、私たちが持つ無限の可能性を象徴し、これからも岸くんと共に歩んでいく決意を新たにする場となりました。彼がこれからも輝き続ける未来を信じて、私たちもまた、様々な形で彼を支え続けていきたいと思います。 そして、このような特別な瞬間がこれからもたくさん生まれ、応援の形がより多様で、誰もが参加できるものへと進化していくことを心から願っています。最後に、岸優太さんへ、そして彼を応援するすべてのファンへ、これからも素敵な一年が訪れますように。